今年もやってきました。皆さん覚えてますか？こちらじゃん、これですよ。あの脇屋が本気で惚れた牡蠣、広島県の宮島大越水産。この牡蠣がですね、今年もやってきました。見てください、このパンパンの。昨日は僕はさっと洗ってお酢につけて、そこでちょっと柚子を絞って醤油をちょっと垂らして、こんなの8個も食べてしまいました。だけど美味しい。その8個食べた後また8個、それはですね、今度はオリーブオイルとニンニクと唐辛子入れてちょっと温めて、最高です。今日はそんな牡蠣の美味しい食べ方をたくさんご紹介します。脇屋ゆうじのゆうじチャンネル。宮島の大越水産、この宮島の牡蠣で本当手軽にできても最高の美味しい牡蠣のチリソースをご紹介します。見てください。牡蠣、卵、ネギ、生姜、ニンニク、豆板醤、ケチャップ、あとはチキンスープ、これだけです。それでは皆さん、牡蠣が2、4、6ヤード約10、水洗いさっとしたものですよ。ペーパータオルで拭いてあります。そこに塩をほんの少々、こういうふうにします。それで胡椒です。わーっとします。それでお酒をですね、ほんのちょっとちょっとこんな感じでね、こういうイメージでやってください。こんな感じでいいです。これは紹興酒でも日本酒でもいいです。そうしましたらピャッとこういうふうにします。こんな感じで味をつけて、ほらぷっくり膨らんでますよね。そこにほんの少しの片栗粉です。なぜかっていうと、片栗を打つことによって味が乗りやすくなるんですね、こういうチリソースの場合はですね。でさーっとこういうイメージです。この下処理をちょっとだけしてください。まずオイルをこのくらいです。大白ごま油を入れたら、先ほどの牡蠣です、さっと入れます。いい感じですね。そうすると身がぷくっとしてきます。これで返して、見てください、こういう感じですね。このぷくっとさせて、これでもう取り除く、ここです。この本当に牡蠣が顔を膨らませたイメージですよね。本当にぷくっと膨らんだ時、そこであらかじめ用意しておいたニンニクです。生姜入ります。ネギです。これらを入れます。ここからはゆっくりとこのネギと生姜、ニンニクを少しふんわりと香りを出していく。ここは弱火です。豆板醤が入ります。こんな感じで豆板醤です。で、豆板醤が入ったところで、もうちょっとこのねオイルを少しだけここで、で豆板醤もゆっくりと弱火でいいです。我々は強火でさっとやっちゃいますけど、家庭だとこのまんま、このチリ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 焦がさないような感じで、もうこのチリチリきましたよね。ここで今度はこの薬味と合わせるわけです。ここは手早くです。焦がさないように。そうしましたら、ここに大さじ1のお酒が入ります。お酒が入ったところで1杯、2杯、3杯とチキンスープが入ります。砂糖が1杯、軽く1杯半、塩少々、それで
混ぜて混ぜていきます。そこでちょっと味を見て、うん、いいですね、とてもいい。今日は卵が入るのでちょっとだけスープをね気持ちよくして、お砂糖も多くします。これで少しだけこう煮詰めていく感じですね。そこにケチャップが大さじ1入りました。ここで先ほどの焼いた牡蠣が入ります。こういう感じです。牡蠣が入りました。牡蠣が入ったところで水溶き片栗粉をほんのちょっとです。もう牡蠣がぷっくら膨らんでますよね。ふっくら膨らんできたところで卵を今日は約1個こんな風に流すんです。こういう感じです。見てください。卵を1個入れたらこういう風にゆっくりと合わせて、この牡蠣のプルンプルン、ここで美味しいごま油入ります。太鼓、それにこのラー油はどんなラー油でもいいですけど、このごま油のラー油ふわーってかけます。それでを強めにする最後の香りです。ふわっと立つ、ほらこのぷくぷく感、うわあ見てください、このプリンプリンの牡蠣チリソース、あの片栗粉をちょっとだけ入れて卵を1個流し込む、それに美味しい香りのごま油とラー油、完成です。いただきます。これを乗せて、うわープルンプルンです。美味しい。宮島の大越水産、最高ですね。ただ皆さん、日本全国でいろんな牡蠣あると思います。北海道も美味しいし、もちろん平島も美味しいし、東北も美味しい、宮城もありますよね。どんな牡蠣でもいいです。佐賀県の牡蠣を使ってもいいです。今のような火の入れ方、最初に入れ焼きをして調味料を整えてから入れる、それでチリソースで卵を落としてみてください。至福の喜び間違いなし。もちろんご飯にも合うけど、飲みたい、最高です。